放射性廃棄物、放射性廃棄物、放射性廃棄物とは、使用済みの放射性物質及び放射性物質で汚染されたもので、以後の使用の予定がなく廃棄されるものを言う。原子力発電に代表される原子力エネルギーの利用に伴って発生し、また医療や農業、工業における放射性同位元素、RI の利用によっても発生する。日本においては、 その発生源に応じて、取扱いを規定する法律及び、所管官庁が異なる。放射性廃棄物は、その定義から放射性物質を含む、すなわち人間にとって、有害な放射線を放出しており、その取扱いには、一般に注意を要する。一口に放射性物質といっても発生源及び、その性質などに応じて分類され、処分方法も変わってくる。 日本の国内法においては、核燃料物質であるかそれ以外の発生の放射性、同位元素、ラジオイソトペ、RI であるかの違いによってその取り扱いを規定する法律は異なる。なお、日本においては、放射性廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、定義される廃棄物には原則として該当しない。ただし、 その放射性物質を含む廃棄するものの放射能のレベルがクリアランスレベル以下、または規制除外対象であるなどといった場合は、法定上は放射性廃棄物とはみなされず産業、または一般廃物として処理される。原子力発電所から出る放射性廃棄物の場合、原子炉から取り出した使用済み核燃料や、作業員が使用した衣服やこれの除染に用いた水など、多岐にわたる。 使用済み核燃料は一時保管した後、再処理工場に運ばれる。再処理工場からは、燃料棒の部品、また燃料棒のペレットに含まれる核分裂反応による生成物、核分裂生成物や、湿式による、ウランプルトニウムの分離抽出の過程で発生した、排液などの放射性排気物が発生する。発生別により、要素を閉じ込めるための排銀吸着剤。 二次廃棄物、MOX 燃料施設から発生するものも含む等のうち、ウラン燃料を加工する施設から発生するウランで汚染された廃棄物は特にウラン廃棄物と呼ばれる。日本においては法律に基づいて放射性廃棄物は A 各原料物質、各燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に言う放射性廃棄物以下各燃料廃棄物というと B、それ以外の法律によって規制される放射性廃棄物以下 RI 廃棄物というに対別することができる。さらに RI 廃棄物はに分けることができる。平成22年度までは法的には概ね蒸気のように分類されていたが、平成23年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法、放射性物質を染対所特措法が交付及び施行されることとなり、その中でいう C 特定廃棄物、指定廃棄物及び対策地域内廃棄物からなると呼ばれる 放射性廃棄物の分類が新たに導入されることとなった。日本において放射性廃棄物は、慣習的に使用済み核燃料の再処理における溶解に使った硝酸を主とする廃液及びその固化体のみを指す、高レベル放射性廃棄物、ハイレベルウェイスト、HLW と、それ以外のものを指す、低レベル放射性廃棄物の二つに分類される。なお、 低レベル放射性廃棄物は、その中で、アルファ放射体を多量に含むものは、アルファ廃棄物もしくは TR 有機物と呼ばれさらに、区分される。放射性廃棄物とは、使用済みの放射性物質及び放射性物質で、汚染されたもので以後の使用の予定がなく廃棄される。ものを言うが、放射線の検出は、物理現象の中でも、最も鋭敏に検出できるものであるとから、 極端なことを言えば、すべての廃棄するものを放射性廃棄物とすることができる。しかし、この場合、規制の対象となるものは膨大となり、規制制度自体が機能しなくなることにつながる。このように、放射線防護に関する規制の枠組みの中にある放射性物質であっても、その規制自体をうまく機能させるためには、その量が微量であり人の健康に対する影響が無視。 できる、または、規制をしても効果がほとんどないなどといった場合は、それを放射性物質として扱う、必要のないものとして、その規制の枠組みから外しても良いという制度や概念が必要となる。放射性物質を含んでいて廃棄するものであっても、それら制度や概念を適用することにより、条件によって放射性廃棄物として規制外となれば、例えば廃棄物処理法でいう、 廃棄物として埋設どころするなどといったことができるようになる。人工放射性物質に起因する被爆線量が自然界の放射線レベルと比較して十分小さくまた人の健康に対するリスクが無視できるものであるならば規制の枠組みから外しても良いという考え方をクリアランス、クリアランスと呼ぶ。また放射性物質として扱う必要のないものを区分するレベルを クリアランスレベル、クリレンスレベルと呼ぶ。クリアランス制度が適用される、放射性物質を含むものは、その定義より人の健康に対するリスクは無視できる程度であるということができる。日本においては1997年から原子力安全委員会は IAEA、e、の技術文書に示された、クリアランスレベル算出の考え方に基づき、発電用原子炉、軽水炉、ガス炉、 主権研究路などを対象として委員会報告書を取りまとめた。自然放射性物質による被爆のように、規制が不可能で規制の使用がないまたは、規制をしても効果がほとんどないならば、規制の対象にしないことを、規制除外、イクスクロージアンと呼ぶ。規制除外廃棄物は、その定義から規制の対象とはならないが、かといって、 クリアランス制度の対象とは限らないので人の健康に対するリスクが無視できる程度の廃棄物とは言い難い。各燃料廃棄物は便宜上その発生源に応じてさらに次のように分類される。このうち人の健康に重大な影響を及ぼす恐れがある高レベル放射性廃棄物と極めて長寿命各種からなる TRU 廃棄物は深い地層への地層処分。 第一種廃棄物埋設が計画されている。他、発電所廃棄物については、それらの物性により3段階の地表近くの処分が、されることとなっている。低レベル放射性廃棄物の処分、第二種廃棄物埋設には、余裕深度処分、朝地中ピット処分、朝地中トレンチ処分の3つの処分方法がある。トレンチ処分を除く処分はいずれも、遮断型処分ではあるが、 人工構造物、人工バリアによる完全な放射能の遮断を管理期間中継続させることは困難である。放射能の漏えいによる影響を最小限にするために場所、地質、地層、水脈など及び地中深度などが考慮され処分基準となっている。一般的であるとされる土地利用、住居などの建設や地下利用、地上の構造物を支持する基盤の設置、 地下鉄、上下水道、共同高や地下室としての利用などに対して十分に余裕を持った、深度下50から100メートル程度にコンクリートでトンネル型やサイロ型の人工構築物を作り、廃棄物を埋設する方法を余裕深度処分と呼ぶ。シュラウド、チャンネルボックス、使用済み制御棒など、主に原子炉の廃止措置に伴って発生する放射能レベルが、 比較的高いものが対象となる。管理期間は数百年。処分、管理方法等については調査中である。日本原燃の6カ所低レベル放射性廃棄物、埋設センターに手継ぎの産業施設として調査中。朝一中、地下約10メートルにコンクリートピットなどの人工構築物を設置し、廃棄物を搬入後、その構築物ごと埋設する方法を、 アサジチューピット処分と呼ぶ。濃縮排液や使用済みイオン交換樹脂、可燃物を焼却した焼却灰などをセメントなどでドラム缶に固形化したものなど、主に原子力発電所から排出される放射能レベルの比較的低いものが対象とな。埋設後の管理期間は300から400年が一つの目安とされている。日本原燃の6カ所低レベル放射性廃棄物。 埋設センターで1号、2号施設が1992年より稼働している。朝一中に、すぼりの溝、つまり、トレンチ、トレンチを掘り、そこにそのまま、人工構築物は設けない廃棄物を提置する、ことにより埋設処分を行う方法、いわゆる単純な埋め立てを朝日中トレンチ処分と呼ぶ。コンクリートや金属など、科学的、 物理的に安定な性質の廃棄物の内放射能レベルの極めて低い極低レベル放射性廃棄物が対象である。50年程度の管理期間を経た後、一般的な土地利用が可能になる。動力試験炉、JPDR の解体に伴って発生した廃棄物を処分するために、日本原子力研究開発機構、東海研究開発センター原子力科学研究所、 廃棄物埋設施設にて1995年より試験的に実施されている。各燃料廃棄物のうち高レベル放射性廃棄物及び TRU 廃棄物は地層処分第一種廃棄物埋設されることとなっている。特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に基づき原子力発電環境整備機構ヌモが実施主体となって処分する。なお、 高レベル放射性廃棄物の処分については、様々な方法が検討された。海洋陶器、かつて各国で実施されたが1993年に、全面禁止、地上施設による長期保管、未実施、ただし一時的な中間貯蔵施設は除く、表彰処分、禁止、宇宙処分、大気圏外に、ロケットで打ち上げ太陽系の引力圏外に放出する、もしくは、 太陽の重力に引き寄せさせる方法。かつて米が検討したがコストと不確実性から、不採用、地中直接注入、米、蘇我実施などが検討され、このうち海洋陶器と地中直接注入処分は実施された。21世紀初頭においては、地中埋設処分が各国で採用されている。原子力施設や核兵器関連施設以外にも、 原子力の研究施設や大学、医療分野や民間産業分野、農業分野などでも放射性物質を使用する場合があるので、放射性廃棄物は発生する。RI 廃棄物に含まれる代表的な放射性各種は、研究 RI 廃棄物としては H,C,P,S などであり、医療 RI 廃棄物としては TC,I,TL などである。RI 物 研究 RI 廃棄物及び医療 RI 廃棄物の大部分は RI 協会が集荷し貯蔵している。RI 廃棄物等の処分については2008年に処分実施主体が日本原子力研究開発機構に決まり法律も改正されることとなった。東京電力福島第一原子力発電所の事故により大気中に放出された。 放射性物質による環境の汚染が生じることとなった。これによる人の健康、または生活環境に及ぼす影響を速やかに低減するため、平成23年8月30日に、いわゆる放射性物質汚染対象特措法が交付された平成24年1月1日に全面施行。この特措法に基づき、環境大臣が指定を行う。 自己由来放射性物質による汚染状態が8000レルキログラムを超える廃棄物は指定廃棄物と呼ばれる。その処理にあたっての環境への影響については1と15件のゴミ焼却施設についてデータを収集、分析したりなどした上で国立環境研究所によって確認されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。